安藤さんとはね、昔から、仲良くしていただいてまして、私がそのアルバイトしてたバーに朝の4時ぐらいに来ては、まあ、管を巻いて、ね、そのまま寝ちゃうっていうパターンがよくあったんですけども、そんな安藤さんが、ね、25周年タコさんを続けてきて、こんな立派なイベントに私たちを呼んでいただいたという非常に感慨深い、今日はそんな日でございます。ということで、続いての最後の楽曲でございますが、これはね、もう赤犬のステージでは結構欠かせない曲になってまいりまして、私たちの恩師であるナイトサマーズの久住英夫先生がですね、吉村作治先生と共にエジプトの方でね、遺跡の発掘とかをずっとされてたんですけども、その時に王家の谷にね、うっかり足を滑らせて落ちてしまいまして、でそこで見つけた石板にこの曲のヒントが書いてあったというのがありました。ね、こうヒエログリフでいろんな形を、ね、読み解いたところで、お父さんお母さんを大切にっていうね、あとシケモクはちゃんと捨てましょうとか、そういうね、そういうメッセージが込められた楽曲でございます。ということで聴いてください、赤犬がお届けするドラマチックな曲、アモーレ。